はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやっていきます。ちょ、構築いろいろね、なんか、試し、悩みながら使ってたら、なんか電気の並びに似てきましたね。結局、まあ今は別になんか、ネクロズマそんな多くないし、まあ熱風もなおかつ見ないし、みたいな、あんまいないから、まあ、ヤドランの枠別にドヒドでもいいかな、みたいな感じはありますね。まあ S 場に対しては多分ヤドランよりドヒドの方がちょっといいかな。トンボ返りとかまで考えると、ドヒドの方が安定感はあって、ただまあ無限ダイナで結構見れるからな。これ多分ダイナバンギヌオーって投げたいかな。ダイナヌオー、ああこれでいいかな。でジガルではちょっと TOD になると怪しいからなんとかしたいけど、まあでも言うてまあきついのドラパぐらいだと思うけどな。あれヒレから来た、スカ、いやスカフだったらそれはそれで楽だな。トリックしてくれるんだったらその方が全然よくて、そっちの方がマシなんだけど遅い。まあ多分イカチョウ、渦潮とかまで持ってそうなやつ。挑発から来るか、まあ身狩りからでいいよね。もう引いた、身狩りの頃のでかい。ちょっとドラパレットやめろ。マジガルだ、オッケー。毒技ケアかな多分。ああ、これであれか。あ、待って、フィールドあるよね。そういえばね。デヒレの。でもさすがに多分ダイマックス砲でね、身代わりとか割れるぐらいには入ると思うけど。何が鬱陶しいって、ヘビにらみが一番鬱陶しいから。身代わりあるだけだいぶいいんだけど。あ、まあまあ入るね。待ってくる。まあ、会うの見てからヌオ投げて多分間に合うと思うんだけど。ああ、はいはいはい。身代わり。これ、フォルムチェンジするんだっけ？残飯がめちゃくちゃ鬱陶しいな。フォルムチェンジしてきたね。あー、レヒレちょっとでも削れると全然良かったんだけど、TOD 的には。そうではないから。ちょっと、ってかこれ身代わり硬くなるよな、多分。いやー、身代わり硬くなるの鬱陶しいな。フィールド3ターンでしょ。まあダイマックスを打っとくか。でも別の行動をしてちょっとやること変えるのはまだ次のターンでいいから、身代わり割に行ってよくて、多分あ割れるなら、なら全然話いいわ、マシだわ。トグロ巻いてきたね。まあ、ダイマ使わせちゃえば、こっちかなりやりやすいけどな。相手も残飯ある。いやー、これねー。ダイマックス相当毒両立したいよな、無限ダイナ。でもさすがに技スペ足んなすぎる。無限ダイナだけ技スペね、ちょ5個か6個にしてほしい。少なくとも。100歩譲って5個か6個でいいから増やしてほしい。本当に。そろそろでも相手の無限ダイナに困ることになるけど。ここもダイマックス層が入る。さすがにこのターン殴ってくんのかな。結構削れてるし、これ多分ジガルで無理じゃない？勝った。ガチかこいつ。サウザンアロー。はいはいはい。トグロ兄弟されてるからさすがに死んじゃいそうだけどね。多分ダイマックスを打ってもジガルで殺せないよな。まあ、ヌオ引いとくか。で、フィールドが次で切れるから。レヒレ投げてくるんかな。サウザンアロー。OK、これは余裕、めちゃくちゃ余裕で。めちゃくちゃ余裕でフィールド切れる。まあさすがに再生一回押しとかないとあれでしょ。ギレ多分出てくるよね。ああはいはいはい。このレヒレが鬱
ってほしいけど、いやここバンギー行く話も言うてなくはないな。怒り、ここダイナ引き相手見え見えだよな。あでも何打ってくるにしても一回ダイナでいいか。上から結局動けるわけだから何されても多分大丈夫で、ゼルネ、あ、じゃあ、地枯れの回復が遅いからそんなに問題ない。うずしお、はい、一番うざいの持ってんな。あ、身代わりがあとね、これを回避するにも生きるから。だからこういうリヒレ潰せるように毒技も欲しいね。本当に技が欲張りたくなっちゃうけど。身代わり置いてよくて。ここ多分怒りかな。身代わりあるし。うん。相手どっかで挑発を押さなきゃいけなくなるから、その次で引けばいいな。言うてここ挑発押さないか。ちょっと挑発押したいと思うんで。ここ番に投げるか。多分残飯でしょ。そんで、このレヒレ。あ、じゃあ残飯、あれだわ。地軽で持ってるから、多分回復味とかなんかな。じゃあ番に怒りされるとうざいけど、そうだったら無限ないな。マジフレ押して、次のターン再生ってやりたいから。あ、どっかででも絶対挑発入れなきゃね。崩しになんないから挑発は絶対絡めたいはずなんだよな。だからここ挑発押してくると思うんだけど、どうせ有効だないってもうバレてるし、フィールドあるうちに挑発打って相手も引いた。鉄火具屋に引くのはちょっと思ったのと違うことが起きたね。いやヘビボンなんだってだったらさすがに引いときたい、こっちは。ただそれ以外、てか宿りギャンだったら一回ステロマイたりしたいけど、ジェットあるか、ここ一回突っ張った方がいいか。ステロマクは一回突っ張った方が良さそう。ジェットじゃないってことはなんだ。あ、宿りギだよね。オッケーオッケー。これを番木でもらって次引けばいいから。あとは無限大な考えると、さすがに、宿り木から入りたくなるだろうし。結構無限大な引きでよくて、まあ、身軽押したいと思うけどな。身軽押してくんないかな。宿り木連打はちょっと鬱陶しい。身軽、頼む、身軽。引いてる。レヒで。でもステロが入るのもめちゃくちゃいい。って感じだけど、うずしお、うずしお、いやないな、うずしおする理由はないな。再生から入っとくか。引いた。地枯れでか。いやー、あったら身軽置きたかったけど、それは言ってもしょうがない。それ言ってもかなりしょうがない。あー、やったね。トグロ兄弟、いくらされてもいいから、身代わりでいいと思う。で、フィールド枯れるの待って。多分、積んでなければ、サウザンアロー一発ぐらい耐えるから、火力ないし。ミストフィールド長いな。さすがに引くか。ヌオーで大丈夫なのが、でかいな。あ、相手も身軽持ってんのか。ただ、レヒレにステロと砂が入ってて、こっちは2体満タンで、バンギが宿り木1回食らってるけど、残飯で回復してるから、
してないから、わかんないわ。地震でいい。これ考えるとさ、脳の地震ピーピー増やしてないのマジで悪すぎる。ただねヘビニラ見ないんかな。身代わりトグロ兄弟サウザンアロー、あと2じゃあ、あと1だわ。いやワンウェポンでいいんだよな。でもサウザンアローだったらこの身代わりが割れないのが鬱陶しすぎる。いやでもトグロ巻いても多分だけど崩せないから、こっちこれでいいんだよな。うん、身代わり壊れて、まあ、回復してはいるけど、ここ相手身代わり安定でしょ。だから自信をして、いやーこいつヒットポイントがバカでかいせいで勝てえマジで。このガンダム、地震長もう8回あったら、いやもう6回あったらちょっとマシだと思うんだけどな。10回しかないせいでちょっとまずいか。時間使うかだったら、あまだ大丈夫だ、焦ることない。ダイマックスでも時間か結構がっつり使えるから。守るが入ってる、まあじゃあゆっくり行くか。こっから試合時間今10分ぐらいだから、多分全ターンフルに時間使って最後再生で多分勝ってると思う。レヒレ出てくるんだったらダイアース打てばいいでしょ。怒りをダイアースで食らうのは大丈夫、ダイマシで食らうのは大丈夫だから、ああ時間全部使おう。というわけでね、ここからねフリートークをいろいろできる時間が始まるんですけども、なんかそうね、最近思ってることといえば多分無限ダイナがなんか面白い方使えたら結構強いんだろうなとかって思ってますね。あの多分毒身代わり再生は多分ほぼ確定で、まあマジフレも強いから確定で毒とかってなると思うんだけど、なんか毒とダイマックスを両立しつつ身代わり再生もあってマジフレもあるみたいなそういうわけのわかんない無限ダイナを作れたら多分最強なんだけど、作れないけど作れたら本当に最強。ないけど、そんな無限ではないんだけど、なんか、うまく、役割をうまく分散して、それができるとね、めちゃくちゃ、強そうなんだよね。な、マジフレキールとかでも面白いんかな。いや、納豆、でも相手納豆で無限ないな見ようって、そう、考えないから。こっち納豆に身代わりしてさ、ジャイロボールとか、枯らすだけで、全然いいわけだから。そうだよな。こっから熱湯でもいいか、打つの。自信、ちょっと PB 残しときたいな。なんかあとね、本当にさ、この、禁電ルールは楽しいんだけど、ちょっとね、なんか、飽きてきたね。飽きてきたっていうか、しかもなんか、この後にさ、持ってくるルールが、次のさ、ルールが、だっけ、冠の節限環境また戻るんでしょ。それはなんか、あれだよな、微妙だよな。いや、別にいいんだけど、普通に順伝いるさ、本来のランクマッチに戻るのは全然いいんだけど、なんか、みたいな。あんま乗り気じゃない。気乗りしないね。ネット支配身代わり。まあ、ジュガルデは殺せないけど、これでこっちが殺されなければ大丈夫だから、負けない。相手が俺が露骨に時間使ってることに気づいて、そろそろ、コード変えてきてもおかしくないんだけど、ここネットをもう一回押すか。まあ守るのターンっぽいし、早く押してみよう。相手も、ああ考えてないわ全然。オッケーオッケーオッケー。次地震でよくて、いやでもネットでもさ、これあれじゃね、言うて多分2回で割れない。それだったら変わんないんだけど、地震打つのと。ダイマックスしたときは、さすがにアース打ちたいけど。これね、TOD してるときに突然、早く押してみると、たまにね、相手がね、長考しててね、相手の時間を使って、試合時間を消化できる、楽しいときがあって、たまにやるんだけど、この人、毎回すぐ押すようにしてるわ。偉いな。
多分単数的にこの HP はさすがに回復しきれない。いくらなんでも。あ、2回で割れないか。ここ多分、相手悩むターンだから、再生押すわ。すぐ押す、すぐ押す。オッケー考えてる。あんま考えてないわ。僕が時間使うか、次から。代わりに。サウザーアロー一回食らうの見てから、再生で間に合ってるから、いいね。あ、ほんとはね、一番うまいのはね、ヘビにらみがあって、無王が麻痺って、それで TOE とかになると、すごいこっちが、不利なんだよね。あとその、ジガルデがでかいから、お互い満タンで終わっちゃって、ヌオをしかも最後のターン、回復できない場合もあるし、そういうのを考えると、めちゃくちゃ嫌なんだけど。ああ。いや、これ、バンギどっかで一回投げて回復したい気持ちはあるけど。でも多分、ジガルデこんだけ削れてればね、あれだと思うけどな。ジガルデ側の方が怪しくなっていくと思うけど、TOD。そう、ダンパンの回復量は、数字が大きくても、割合的には別に変わんないわけだから。まあ、こっち有利にことが、運んでいくんじゃないですかね。地震、試合時間あと14分ぐらいでしょ。だから、ちょうど多分もう10秒で15分ぐらいになるから、地震、5回押し切れるかな。押し切れるな。ああ、押し切れるわ。いや、これ、受けミラーじゃないけど、こういう TOD になるんだけど、いや、最後たに鉄火投げとかもね、別にこっち、全然、大ボールでいいから。終盤になってきたらヒットポイントをなるべく高く保つことだけ意識してれば、多分負けなくて。あ、ちょいちょい熱湯してるから鉄火がちょっと投げにくいと思うんだよな。焼けちゃったりすると、だいぶ、良くないだろうし。これ、急所？そうだよね。やたら削れたなと思ったら急所だったわ。これで身代わり使わせてるうちは最後のターン再生で相手回復追いつかない。ここ多分もう一回サウザーアロー押してきそうだけどな。再生押しとくか。引いた。レヒレ出てきたね。あー、怒りがめんどくさいといえばめんどくさいか。ダイアス2発でさ、こいつぶっ殺せないか。イカチョウ、渦潮まで見えてる。さすがに挑発は絶対ある。まだ見てないけど。見てないけど絶対あるから。ダイマ切りてー。ダイマ切りてー。あ、でもねー、わかんないなー。わかんないが、無限大な引いて、相手、ジガルで出してくるにしても、ダイマックス砲は打ってる。相手、ここすぐさ、ジガルで出したいんじゃないか？こっち、そんで、ダイナに引けること考えると、多分、鉄火が投げないから、ダイアス打つわ。で、ツッパならレヒレが相当削れるから、それはそれで勝ちだし、鉄火具が来てももう宿り木関係なくなるしね、一体殺せば。多分もらった。俺余計なことしなきゃよかったってなるパターンはちょっと避けたいけど、多分だ いけると思う。これでいいと思う。あ、オッケーオッケー。挑発一番安い。ヌを削れないわけだし。3分出てるのしかも見逃してたわ。めっちゃ雑。あれ、ヒレめっちゃ削れたね。これ攻撃技がしょぼいから。しかも汗で D 上がってるしさ。何押せばいいかな。何出てきても多分負けないと思うけどな。時間ちゃんと使ってるし。で、このターンはさすがにあるけど、ダイマックス技のエフェクトはあるから。さすがに残り2分で1分15秒ぐらいは使えるでしょ。時間フルに使って、エフェクトが入って、あー、大ボールでいいか。だから。レヒレが突然回復しても、ジガルデが死ぬから、あー、大ボールでいい。
なんかザシャンのついでに対策できるのはめちゃくちゃいいな。違うで。ヌを入れとけばさ、ザシャン見るためにヌは結局入ってくるわけで、そうすると、ジガールでもついでに余裕を持って見れるっていう。あ、待って。あ、危ねえ。挑発されてるの忘れてさ、大ボール。はい、お疲れ様でした。また次回。